はい、では今日はナスのバガラベイガン風を作ります。早速始めます。フライパンを中火から弱火ぐらいにしていきます。で、皮を剥いたピーナッツを辛いにしていきます。ピーナッツがうっすらと色づいてきたら、ごまを入れます。ごまです。で、ごまの香りが立ち上がってきたら、ココナッツのファインカットを入れます。しっかりと香りを出し始めたら火を止めて、これをミキサーにかけてペーストしていきます。こんな感じです。ナスを炒めていきます。油で中火ぐらいです。で、油が温まったらナスを入れていきます。ナスが油を吸って表面の色が少し変わるまで炒めていきます。はい、ナスが油を吸っていい色合いになってきました。これぐらいで火を止めます。で、何か別の器に避けておきましょう。こんな感じです。グレービー部分の調理に入ります。まずは油で、クミンシード、ブラウンマスタードシード、シナモンスティックです。中火ぐらいにかけていきます。大豆の周りにくずくずと泡立ち始めて、マスタードシードがパチパチと弾け出したら、玉ねぎのみじん切り入れていきます。はい、入れます。しっかりと混ぜ合わせながら炒めていきます。先ほどのニンニク生姜の香りがしっかりと出てきたら、パウダースパイスを入れていきます。ターメリック、チリパウダー、カイエンペッパーパウダーですね、コリアンダーパウダー、ガラムマサラ、塩です。これも焦がさないように手早く混ぜてあげましょう。で、次にタマリンドをお湯で漬けていたものです。タマリンドです。ふやけてます。で、これを茶こしのようなもので入れていきましょう。こしながら手で潰すようにしてこしながら入れていきます。はい、続いて先ほどピーナッツとゴマとココナッツをミキサーにかけたものですね、入れていきます。で、火を強火にして煮立てます。しておきましょう。はい、煮立ってきました。先ほど炒めたナスを入れていきます。しっかりと混ぜ合わせます。で、火を弱火ぐらいに落として、沸騰を保つぐらいの温度で蓋をして、ナスが柔らかくなるまで約10分煮込んでいきます。はい、10分経ちました。見ていきましょう。どうですか、このこってり加減。天下一品もびっくりの超こってり出来上がりました。皆様もぜひ作ってみましょう。